こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。ネットビジネスでは先駆者になれる分野はほとんどありませんというお話です。いつでもどこでもパソコン一つで稼げる、住むところは自由、好きな場所に住む、働く時間も自由、好きな時に働く、誰と働くかも自由、好きな人とあるいは一人で働く、稼げるようになれば素晴らしいのですが、実はインターネットを使って稼ぐのは難しいです。なぜインターネットで稼ぐのが難しいのか。何をするかは自由。つまり何に集中するかを選択する必要があります。これが難しい。インターネットはとても便利なシステム。大企業の商品を、紹介して報酬をもらうアフィリエイト。始めようと思えば今から開始可能です。世界最大のネットショップアマゾン。ここで商品を販売する。始めようと思えば今から開始可能です。その他、インターネット抜きでは試験を受けたり、大金を投資しないとできないことがすぐにできてしまいます。この手軽さが難しさの原因です。あれもこれも儲かるかもしれない。だからあれもこれも手を出す。しかし、どれも中途半端なので儲からない。初めは自分の強みを活かせる分野を見つけることが大切です。そうでないと実際に、絶対に稼げません。なぜならどんな分野もある程度強みを持った先駆者が稼いでいます。インターネットは先駆者が有利なので、非常な努力家じゃないと先に、先駆者に勝てません。だから初めから強みを持っている分野を見つける。2017年5月の時点で国内限定のネットビジネスでは先駆者になれる分野はほとんどありません。しかし海外に目を向ければ先駆者になれる分野があります。それが輸出ビジネスです。先行して稼いでる人もたくさんいます。しかし、まだまだ国内のアフィリエイト、FX 投資、株式投資、国内物販に比べればがら空きです。市場も大きいです。さらに今年はオーストラリアアマゾンの物販開始というビッグイベントが控えています。オーストラリアアマゾンの物販開始は、先駆者になれるのはもちろん、日本に住んでいるというあなたの強みを生かして稼ぐチャンスです。自分の強みを生かさないと稼げない。これは私も実感を持って体験しました。私のチャレンジしたネットビジネスの数々。A8 アフィリエイト、楽天アフィリエイト、インフォトップアフィリエイト、携帯アフィリ、株式投資、FX 投資、不動産、情報商材、ヤフオク、独自ショップ、モバオク、情報発信。いろいろやって分かったこと、自信を持って取り組める分野じゃなければ稼げないということです。私が大した知識もなく参入したアフィリエイト。誰かが1万時間以上真剣に取り組んだ先駆者がいるわけです。初心者が中途半端な取り組みで稼げるわけがありません。お金を稼ぐというのはプロになるということです。1万時間プロの法則というのがあります。1日2時間取り組めば5000日でプロになります。約14年です。何かの趣味やコレクションで14年取り組んでいれば稼げる可能性が大きいです。しかし、逆に言うと14年取り組んだことがなければ稼げないということです。でもご安心ください。あなたはすでに日本に14年以上住んでいます。そして私は小さな数百円のおもちゃから数億円のビルまで、いろんな転売を20年以上経験しています。私のサポートを受けてアマゾン輸出に取り組めば稼げます。5月31日まで Amazon 輸出のサポート会員を募集しています。チャットワークサポートプラン9万9000円、半年のサポート付き。個別サポートプラン55万円、半年のサポート付き。この2つのコースの会員を募集しています。今から年に一度のチャンス、年末のホリデーシーズンに稼げるように準備をしましょう。そして久しぶりのビッグチャンス、オーストラリア Amazon の物販開始が控えています。今はアマゾン輸出ビジネスを始めるタイミングとしては最高の時期です。あなたは何を販売すればアマゾン輸出で儲かるのか。まずは45分の電話相談を受けてみましょう。こちらの青い部分をクリックしてですね、問い合わせのところにお名前とメールアドレス、それから題名のところに45分無料相談と書いてですね、第1、第2、第3希望、相談希望の日時を書いてご応募ください。あなたが、アマゾン輸出でどれぐらい稼げるか、何をやれば稼げるか、どんなサポートをするかですね。
その辺の相談を無料で受けさせて、受けていただくことが可能です。では、ご応募お待ちしています。テンパーアカデミー、堀秀夫でした。